後崎チャンネルジョッ。さあということで今日は台湾に来たということで台湾でプロスペース台湾プロスペース有名なんですか。まあ結構まあ野球やってる選手たちがみんな出てると思うんですが、結構出てる人数が。そうなんですか、はい、じゃあもうプロスペ海外版の大会もコナミしなきゃいけないんじゃないですか。これで挑戦を挑まれたんですけど。そうなんです、はい、どうしてもということで。どうしても僕に、うん、あまあ今回ちょっとねあの怪我のために投げれなかった、うん、どうしても里崎さんに指導してほしいっていうことがあったんですけど、メジャー最有力今狙ってるんだもんね。そうでその選手がプロスピで、しかも佐々木チャンネル日本語わかんないから動画見ないけどプロスピの動画めっちゃ見てくれてるらしいんですよ。プロスピちょっと指導してもらって。あ、そうやな、配球のね、はい、じゃあということで3イニングで、はい、マッチで、もうスピリッツは今均一にしてるの、はい、ルール俺の携帯の電波だけが心配そこだけそこだけ。広島東洋カープ対読売ジャイアンツのゲームを、解説は西俊さん、結構オーダー担当してるよ。実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。里崎さん、リズムに乗るためにも先頭バッターをしっかり抑えたいですよね。まあやっぱりこの先頭バッターをしっかり抑えることが重要になってきますからね、はい、インサイド打ちました。ファールグラウンドで入れました。ファールボール。空振り三振。まず1つアウトを取りました。バッターは2番に入っている丸。大谷、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。マウンド上のピッチャーは大谷、そしてキャッチャーは里崎。このバッテリーをジャイアンツ打線がどう攻略していくか。ボールになります。ボール先行です。さあ3球目は何か。おお、誰だ。ヒットになりました。ワンアウトランナー1塁となりました。バッターボックスには指名打者の山田。ヒットでランナーを1塁に置いています。まあ走ってくる可能性も考えた方がいいでしょうね。はい、初球ランナーは動きませんでした。惜しいボールでしたね。はい、インコースわずかに外れてボール。ランナーが動きやすいカウントになりました。4球目は何で来るか。インコース低めの球、ツーボールツーストライク追い込んでいます。平行カウント。いい配球よ、いい配球よ。来てるよ、来てますね。そうそうそういいね。近本。さあこれからジャイアンツが守備につきます。バッターは近本。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。これが1球目。初球ボール。次が2球目。高めのインコース。変化球が高めに外れています。完全クロスの動画見てるな。配球が、今のはバッターよく見ましたよね。はい、インコースわずかに外れてボール。打った。ファーストの左抜けました。先制のランナー。バッターは2番に入っている柳田。ヒットでランナーを1塁に置いています。初球は外。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。まあ、めっちゃいいと思います。コースを狙ってると思いますから、術中にはまらないよう気をつけたいですね。ランナースタート。ヒットエンドラン。ファウルになります。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね。バッターのために。ファーストランナースタート。これもファウル。まあ肩が強いキャッチャーですからここは走りにくいでしょうね。ああ、そうですね。打ちました。取ってワンアウトです。バッターは DH です。ワンディ。ワンアウトになっています。これが初球。走ってきた。キャッチャー送球してセーフ。足も使う。盗塁セーフ。この盗塁大きいですよ。一打先制のチャンスになりましたね。やはり、いや、これはファーストライナー。
さあそして打席には王が入っています。さあ王さん頼むよ。なりましたがなおもチャンスは続きます。まあこの先制のチャンスをしっかりとものにして攻撃を終えたいです。インスタントさあリフトファーボールです。ゴールです。野球がいやらしいんだよ。カットボール見送ってボールです。カモン、イエーイ先生、さすが王さん、さすがサダハル王。皆さんいつもやるときって体勢それでやってるんですか？そんなこと寝てやってる。さあ初球は何か。あ、詰まった。ショートうまくさばいて一塁アウトでスリーアウトチェンジです。あの手打ち。さあ一回やってみてどうですか？いいね、完全に見てるな。見てます。配球がもう、配球がもせ。カープ1点リードで迎える中盤です。しかも全然振らへん。先制してのこの回の守備となりました。まあそうですね、ピッチャー陣はよーし引っ張った、伸びていく、入りました。ホームランだった。おーい、俺がせっせと頑張って取った1点が一発で粉砕された。全然ボール取れへんの。はい、外のストレートわずかに外れてボール、ボール先行です。お、やめて。うわあ、危ねえ。少しというところでした。マジやばいって、マジやばいって。低めはこれは入っていました。2ストライク2ボールと追い込んでいます。いる？ああ、そう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 。いや、危ない危ない危ない。ちょっと緊張感ある。村上、ワンアウトになっています。あ、今も行って負けられないよ。しかも高校生に。台湾のビッグとやってる。台湾のビッグ。はい。アウトコース変化球が決まってストライク。打ちました。いい当たりだ。超えるんじゃん。超えた。危ないな、これは。ここも怖いバッターですから、さらに集中が必要でしょうね。さあ、勝ち越しは防ぐ。サードが消えました。ファウル。フェアならば勝ち越しかというところでした。落としてきましたが、これは外れます。いい当たり。ファウルボール。危ねえ。めっちゃ危ないんだけど。アウトコース、これは見送ってボールです。いや投げる球ない。見送っています。ボール。三遊間抑えた。一塁送球、一塁アウト。今の作戦がちょっとボール球ぐらいしか、勇気を持って、勇気を持ってボール球投げる。また嫌な。バッターボックスには代打の山川出てきたよ。さあ佐藤さん、山川。まあそうですね、この代打が成功してしまうと流れが向こうに行ってしまう可能性ありますよ。そうですね。さあ勝ち越しのかかった場面となっています。2球目は何で来るか。低め、いいところに持ってきましたが外れます。157キロ、決まった。低めいっぱい。はい、変化球わずかに外れてボール。これで3ボール。ああ、よし。いや危ない。スリーアウト。勝ち越しは許しませんでした。ここでジャイアンツ守備を変えてきました。負けちゃうぞこれ。危ない、緊張感ある。中地頼む。打順は6番中島。カープ同点で迎える中盤の攻撃です。ああ2球目打ちました。いや、素晴らしい守備を見せてくれました。ビッグプレー、早と坂本。初球打ち、一気にレフトへ。ランナー出塁しました。ワンアウトランナー一塁です。
バッターボックスは8番筒香。ヒットでランナーを一塁に置いています。初球は打ち、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。そうですね。さあ何を狙っていくか。いやセカンド送球、一塁はセーフ。来たよ、サブザキ来たよ、サブザキ。サブザキ来たよ。ライド出したいけど打たすわ。いやサブザキさんのところ。いや、これは。これはちょっと危ないな。バッターは坂本。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の打席も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。最初からですか。カープ、同点で1名打ちました。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッター、2番バッター、丸。さっきはいい当たりでヒット打たれてますからね。ピッチャー交代。ここはタイミングをずらすような工夫をしたいですよね。ピッチャー交代します。カープのピッチャー変わります。1塁に勝ち越しのランナーを。初球は何で来るか。ゲッツ。いやーいいよ、宮西いいよ。ダブルプレイ。バッターは今日 DH に入っている山田。先ほどの打席、最後は空振り三振に倒れています。ここはさっきの勝負球をどう使うかですよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ジャイアンツダブルプレーでランナーなくなりました。いいリリーフ、いいリリーフ。さよなら行こう、さよなら、さよなら行こう。一番近本、さよなら行こう。カープ打順よく1番から始まります。近本がバッターボックスに入ります。前の打席はジャストミートでしたよね。はい、今日はタイミング合ってるようなんで、どんどん積極的に行ってもいいと思いますね。はい、思い切りのいいバッティングを期待しましょう。いや、詰まった。ショートフライ掴んでアウト。バッターボックスに入ります。さよならホームラン行こう。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。山本、まずは先頭バッターを打ち取っています。どう、あと一歩入らんかった。バッターランナーは入れております。いやちょっと先。さあそしてバッターボックスにはバースが入ります。ランディ、ここが勝負どころですね。おーっと、誰、ミヤニシ、ミヤニシ、ミヤニシ、ランディ、おっと、申告敬遠を選択。ランディ敬遠だ。バッターは一塁に向かいます。王さんだからね、次王さん決めちゃうよ、台湾の地でスーパースターが。さよならのチャンスを迎えています。初球は見てきました。この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど、そうですか。いやー、ストライク。次はボール気味に来るでしょうね。外に逃げるボールを引っ掛けないようにしたいですね。なるほど、そうですか。次が5球目。いや、ボール、ボール、セカンド取った、ボール、ボール。落合さん行こう。落合が入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、今度こそここで決めたいですね。なるほど、そうですね。これが2球目。掴んだ、一塁アウト。これで3アウト。出された、延長戦。回は4回の表、ジャイアンツの攻撃。そしてバッターボックスは5番岡本。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。カープ同点で迎える最後です。初球は大きな変化球、ボールになります。はい、変化球わずかに外れてボール。ゲッツ。わあ、怪しいなこれ。ランナー三塁二塁です。さあそしてバッターボックスには吉田が入ります。まあ嫌なバッターがそのままに切っていきたいですよね。なるほど、そうですよ。おーしょー、オープンで、掴んでアウト。ファーストライナー、
塁二塁となりました。さあ、そして打席には柳田が入っています。怖いバッターが続きますね。さあ、ツーアウトながらピンチは続きます。まあ、ここは勝負どころでしょうね。ここもしっかり調整できる。カープピッチャーが変わります。一打そして初球ボール。ここはバッターが甘い球を待ってますから、しっかりコントロールしないといけませんよね。はい、外れました。インサイド打った。ファウルボールです。いやー、ヒヤッとしましたよね。あそこは正体になるコースでしたからね。そうですね。よし、あいい投球する。ジャイアンツ嘘やん。じゃあどうだ、負けちゃう。嘘やん。初球は大きな変化球、ボールになります。インサイド打った。ライト前へ抜けていく。送球する。いい当たり。大ピンチ。まだ分かんないよ。勝負を諦めたら終わりです。2点差。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。カープビハインドで迎える最終回です。まあ、向こうはホームあるからな。熱中に余らないよう気をつけたいですね。そうですね。やめて。さあ、そしてバッターボックスには山田が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたが、なおもチャンスは続きます。ここからは反撃を信じて、まずはこのランナーを返すことですね。やめて。おっと、どうだ。さあ、回る。追いつくか。どうだ。ファウルです。ああ、打ちのボール打った。よしよし。ああ、海の川一枚つながったよ。ツーゴさよならホームラン行こう。まず何を投げてくるか。一塁線。ああ、おお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 お很开心的，但很强哎，运气好，超幸福。やめちゃうじゃん。運気が良かった。でもいいね、プロスピでこうやってね、対戦できたら。じゃあ、あのフレンドになろう、フレンドに。OK。ということで、負けました。台湾まで来て。台湾まで来て負けたけど、でもよかったね、広がるからね。すごいですね。しかも今、あのフォロワー同士になったから。だからあのメジャー行ったので取材行くからって言ってください。頑張って。ありがとう。はい、ということで、はい、台湾で負けました。ありがとうございました。